頭が取れちゃいそうだ、カラカラになったからだ。毎日が棺桶、今夜も泥のように眠るだけ、そう生きてるだけの屍、そんな日々にはズルをしちゃうわけ。オリコもからの逃避行、卑怯者もまた一挙じゃないとバカも見るみたいって言うじゃない。裏で僕らを操るネクロマンサー、君も一緒にその森をね、生きにくい世界だ、それならそのまま踊り明かせばいい。例えばその身が果てて腐っても、心まで腐ったわけじゃないでしょう。毎日が棺桶でも小さな喜びかき集め、うん、生きてるだけで幸せって声を殺し、自分を殺して、なるべく音を立てずに生きてくのがいいよと気がついたら、透明人間みたい。君を表現するのは君自身だ、大丈夫一緒に、その革命のリズムに乗ろう。例えばその身が果てて腐っても